はい、皆さん、毎度もお店のたまさんです。かずまです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、京都にある天若トンネルというところに来ています。こちらはですね、まあ、トンネル内で赤い服を着た女性とか、まあ、作業服の方、あとはなんか浮遊霊も集まってるみたいな噂がありますので、探索の方行ってみたいと思います。日吉ダムに近いからね。まあそうですね、同じようなところで集まってくるのかもしれないですね。ちょっと一度探索してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあサプリメントの摂取をしていただきたいと思います。いただきます。ポツポツ聞こえると思うんですけど、雨降ってますそうですね。はい、じゃあ行く前の握力ですね。だから車の中じゃ出るねっつってんじゃんまあちょっと雨もひどいんでね。えいよね、これでも変わんねこれね、こっからさらに下がってくる安心してください。それじゃ行きましょう。はい、見た感じ綺麗なトンネルなんです。そうですね、大きいですし、全然ね、なんか久々にこういうなんかちゃんとしたトンネルじゃないまるでいつものトンネルがダメみたいな言い方じゃないですか。ダメじゃん全然ダメじゃん。そう、まあ、うん、まあそうね、そうねまあ、でも日吉ダムはね、どっちかというとお前の方が相性がいいと思うね確かに目と鼻の先ですからね、うん、俺はだって結構平和に終わったじゃん帰りたい待ってる方のやつがね、怖いになってるから本当なぁ。おすごい画面がなんか白黒っぽくなりましたけどこれはすごい、急に。そしてあっこのオレンジ、電気だけ異常にオレンジ。なんかさっきから後ろで変な音聞こえるんだよな。水音だと思いたい。怖っ。いやいやいや、暗すぎっすよ。ちょっと怖いからせっかくだし写真撮っとこう。今足音しませんでした後ろ。なったよ。しかもヒールの音ですね。コツコツコツって。お、急に顔認証しだすし。ちょっといや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 今通ってきたのよ。いや戻るの。帰りたーい。ああうん。ぶっちゃけた話しますね。はい。我々先ほど清滝トンネルにいましてめちゃめちゃ車来んのね。そうですね、ちょっとタイミング悪かったですかね。あれ探索する人がねいっぱいいて、やっぱ有名なところってのは人来すぎて怖くないのよそうですね、ちょっと前人いすぎるとどうしてもね、うん、またいつか通れたらいいんですけど、なんで、まあ、ちょっと諦めてこっちに来たんですけど俺は多分ね、今歩いてて、まあ、あっちも歩いたし、はい、こっちも怖いわ確かにこっちも十分雰囲気が、向こうはちょっと人間でね緩和されてたかもしれないですから、そうそうそう、また行くと違うかもしれない。人がいるとね、やっぱり怖さが半減というか。じゃあ行きましょう。はい、なんか有名なところにしては明るい。そうですね、まあ LED になってるってことは、まあ、前は多分違ったんで、もうちょっと雰囲気があったかもしれないですね。ボロボロになってるですね。すすがすごい、あとなんか響き方が奥まで来たからか変わりましたね。出口ついちゃいましたけど。はい、それではですね、ちょっと水の音大きいですけども、ひっくり検証を始めたいと思います。
普段とは全く逆のやり方をしてみようかなっていう。バカ。はい、いきなりバカって言ってます。なんかあれですね、スピリットボックスがないと音がないので、いろんな音に敏感になっちゃいますね。こう探索してても人がいるって思えるだけで全然違うかな。やっぱり車止まってるな。それは何年のことか。なんか全然いつもと違うこと喋るんだけど。外に出てきましたので一人検証終わりたいと思います。ありがとうございました。ここは絶対来ないもんね。まあ僕らみたいなちょっとあれな人ぐらいですよ。あれとか言うな。自覚はほらあるけど。あれな自覚はあるんだけど。なんでね、こんなところでウエイトつけて夜中に歩いてんだけど。そう、深夜に何やってんのってなりますよ。なるけど、やっぱほらさ、皆様にお届けしたこの思い。なんかでも出口付近とかにポツンと立ってるイメージはできちゃうじゃん。そうですね、想像力パワーで見えるかもしれない。ちょっとやっぱやだね。なんか立ってるの見えた瞬間、僕はダッシュで逆方向ですけど、後ろから回しようとしてるんですよね、これがね。まあ間違いなく俺飛び蹴りするから。いや、あの物理が効きゃいいんですよ、物理がね。お前ね。いや、なんで？だって逃げようとするんでしょ。それは置いてきますよ。それは物理でしょ。ウエイトをつけてるから俺のキックは相当いいから。いや、スピードなら僕の方が速いはず。いや、とどめを刺す。意地でもやってやる。皆様にお届けしたこの思い。こうやっぱ今2人で歩いてるから少しだいぶ精神的にはいい。そうそう、バカ話してるからいいですけど、これ一人で検証だな。したくねえな。一応ね、今回ちょっと新しい試みでね、一人検証終わってからもう一本往復するんですけど、皆さんにもね、この検証の怖さを知ってもらおうと思って、ちょっと、ね、360度カメラを使ってですね、 VR で撮影してみようかなと思ってるので、そっちはそっちでまた別で、まあ同時ですけど別で上がりますんで、よかったらそれも見てみてください。もう出口近くなってきましたね。ようやくっすよ。そしたら絵が描かれたよ。おっと、なんだこれ、なんだこれ、なんか白い、わからんねこれ。そして何を持ってそれを描いたのかもわからん。そうですよね、なんかそれっぽい細長いものもないんですけど。はあ、さあこれは出口は出口で怖いな。真っ暗っす。ちょこっと街灯ありますけど。ん？今走らんかった。タッタッタッタって。マジですか？うん。これ水の音じゃない。ではね、ちょっと雨降ってるのでここで折り返して一人検証。そうですね。準備しましょうか。よろしくお願いします。はい。はい、それじゃあですね、一人検証していきたいと思います。スピリットボックスがですね、トンネル内は反応しないもんですから、こちらゴーストチューブ持って撮影していきたいと思います。なんでこっちだけこんなに明るくて向こうだけ暗いんだろうな。嫌がらせだろ。元気ですか？元気じゃねっすよ、もう。ちょっとテンション高いな。あれですかね、アントニオさんの思いでもここにはあるんですかね。元気ですか？頼むからカットしてくれ。やっぱり突然暗くなるのと、なんかね、何何
音が聞こえるような気がするんだよな。ああ暗いエリア来ちゃった。むく、むく、ちょっと反射して見づらいですね。さっき清滝トンネルも実は一人検証やったんですよ。全然こっちの方が怖い。呪われた。マジか。また呪われたって言ってる。もうちょっと明るい話はできませんかね。よかったら楽しくお話ししましょう。去りたい。去りたい。え、めっちゃ喋るんだけど。こちらから出て行きたいということですか。なぜこ私のものです。私のものです。めっちゃ喋るんだけど、この暗いとこすごい喋る。今この状態だと。さようなら。さようなら。さようなら。去りたいということだったので、どこか行かれちゃうんですかね。気をつけてお帰りくださいね。すごい一気に鳥肌立ったんだけど。何これ。私は彼女に言いました。まだいらっしゃるんですね。私は彼女に言いました。めちゃめちゃ喋るな。あれ、さっき鳥肌立ったって話してましたけど収まった。なんだ、気温は変わってないと思うんですけど、完全に今普通にフラットな状態ですね。あれかな、やっぱりあの辺にいたのかな。こちらもあまり話さなくなりましたね。さっきまで連続で話されてたんですけど。結構長いなこれ。500メーター弱あるらしいんですよね。清滝トンネルと大体長さは一緒ぐらいかな。光る。光る。ローマ字で光る。光るさん。光るさんという方がいらっしゃるんですか。もう間もなくですね、一人検証終わりますが、何か伝えたいこととかはないですか。ヒカルさん、ヒカルさんがいらっしゃるんですよね。さっきこの辺から足音聞こえたんだよな、ヒールの音。多分大丈夫だと思うんだけど、鳥肌は収まったもんな。ああやっと出口だ。結構ゆっくり歩いたのと少し静かにした時間も、え、ちょっとこれジンバルなんですよ。なんでこのいきなりグレーンってずっと縦になるように設定してるし、ボタンも今僕手ここにあるんで押してないんですよ。なんで、しかもなんかグラグラする。まあいいや、なんかこれ調子悪いってことにしとこう。ではですね、気分はどうですか。めちゃくちゃ怖いです。今ですねトンネルの方出てまいりましたので、一人検証終わりたいと思います。すいません、夜分遅くにありがとうございました。失礼いたします。ではですね、以上で検証の方終わりとなりますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でしたどうでした、あのトンネル。いや、すごかったよめちゃくちゃゴーストチューブで喋るの、ずっと喋り続けてるような感じ。真ん中の暗いとこあったじゃん、はい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 、ライトが赤色っぽい、消えてるとこ、はい、赤色っぽいところ、はい、あっこら辺を通った時一気に鳥肌が立って、で
通り過ぎてしばらくするとシュッて収まった。はいはい、もうあそこか、多分あっこだろうなと。曲がり角だし、うん、多分あっこじゃないかなまあでもね、本当、まあ、ちょっと夜中だとね、特にまあ車もこうめったには通らんとはいえ、通るとしたスピード出してるだろうし、もし来られるんだったら気をつけて、そうですね、うん、来てもらった方がいいかと思いますね。ありがとうございました。いつでも高タンパク 20g 前回ねプロテインをねカズマが持って帰っちゃってねシェイカーを、もう今日買っちゃったよいただきます。うまいでもね、振ると泡すごい。まあ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 、お疲れ様でした。はい、じゃあ締めの握力ですね。頑張ります。力入んねえな、なんかやっぱりね、56.1。まあ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 、まあ、まあ増えてもいないし減ってもいないみたいな感じかな。そう、まあ、まあ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 、この体勢でこれならまあ悪くないんじゃない。そうですね、うん、まあまあちょっとこれはいい結果ということでよろしくお願いします。動画の方ですね、何か映ってたよとか何か聞こえたよということがありましたらコメント欄の方にお願いします。撮影結構苦労してます。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。またねー。